皆さんこんにちは。今日はよさこいのフェスタということで、たくさんね、若い方から、ご年配の方までね、頑張って踊っておられるんですけど、突然私が三振という楽器で、出てまいりました。皆さんグループなんでね、非常に楽しかったんですけど、僕は一人ですから、よかったら皆さんにね、ちょっとご協力もね、お願いしたいなというふうに思っております。今ご紹介いただきましたように、私は三線講座の方もやってますんで、もし演奏を聴いてね、三線やりたいなという方がいらっしゃったらね、ぜひ一緒にやれたらいいなというふうに思います。今日は3曲やろうと思ってるんですけど、皆さんにぜひ先ほど言ったようにご協力をお願いしたいと思います。最初はね、沖縄の代表的な民謡であります朝ドラ雄太という曲をやろうと思うんですけど、この曲は途中にね、さあゆいゆいというね、合いの手が入ります。私がね、はいと言いましたら、ぜひ皆さん大きな声でさあゆいゆいとね、一緒に言っていただくと、私もね、気分が良くなります。それから感想でね、私が、いやーさーと言いますので、そしたら皆さんぜひはーいやーというふうにね、大きな声で返していただくと嬉しいです。はい、では最初は沖縄の民謡朝出が言うかという曲から始めたいと思います。
この三線という楽器見たことありますか？ありますか？触ったことないですか？これは蛇の皮なんでね、やっぱりこう蛇の嫌いな人もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、そういう私がね、子供の頃から蛇と蜘蛛が大嫌いでね、なんで私の頃に蛇が嫌いな人間がこうね、蛇の皮の三線を持ってるんだろうと思ってね、まだに不思議なんですが、元々の蛇の形を思い出すとね、ちょっとゾッとするんですけどね、こういう感じで持ってる限りは可愛いですね。たまにこうちょっと匂い嗅いだりしますけどね、まあでもね、何でもそうですけど、こういう楽器になればね、可愛いもんでね、原型、元々の姿さえこうね、想像しなければ可愛い楽器です。はい、では2曲目もまた皆さんと一緒にね、ぜひご協力をお願いしたいんですが、これはね、平和を願う歌なんですけど、花という曲ご存知だと思います。泣きなさい笑いなさい花を咲かそうよという花ですね。ぜひね、その部分だけで皆さんと一緒にね、ぜひね、大合唱でやりたいと思いますので、これもまた私が合図をしますので、そしたら皆さん大きな声でね、泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよ。歌ってくれますか？はい、ありがとうございます。お願いします。では2曲目は花、すべての人の心に花を。Thank you.
悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていた。
Thank you.
さん、本当にこんなにたくさんステージに上がってくれたら思いませんでした。ありがとうございました。またね、コンパークたぶんやさといの取り組みもあると思うんでね、踊られる方はね、精一杯ね、ピールの内容で踊ってください。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。